service to Cambridge. This is a safety announcement. It is not permitted to sign when boarding.良いね。琴音って書いてある。ありがとう。ニューキャッスルに着きました。本当だよね。めっちゃ3時間とかだったよね。めっちゃ長旅でした。ありがとうございます。あ、通れないね、もう。あ、通れない？なんか、みんな信号無視するからさ。そうなの。未だになれないんだよね。行っていいのか分かんない。ニューカッスルは。すると引かれるそうになる。そうそうそう。意外と都会でした。はい。のんちゃん TV です。はい。まだ動画撮ってない。おー、かっけえ。シティ、あ、ほんとだ。シティホールって書いてある。はい、のんちゃんが料理をしています。玉ねぎを切っております。今日の晩ご飯は、なんだっけ、ナチョス？トルティーヤです。あ、トルティーヤ。ナチョスじゃなかった。トルティーヤらしいですよ。まあまあまあ、でもメキシカンのね、同じ料理だから、まあ。はい、なんか、のんちゃんは好きなんですね、それが。好きです。結構楽だし。私は初めて食べます。マジっすか？はい。今からキッチンツアーをしていきたいと思います。のんちゃんの寮のキッチンです。綺麗です。今日はイースターでルームメイトじゃなくてフラットメイトがみんないないみたい。実家に帰っちゃってるのかな？実家に帰ってるの？あ、そうなんだ。なので、ここは二人で貸し切り状態でございます。景色がいいね。こんな感じです。お、なるほどね。そうやって細かくするわけね。で、あの中に入れる。はぁ、そういうことか。美味しそうじゃん。あとキドニービーンズ、うん、も入れて。あぁ、これね。豆好き？豆好き。いいねぇ。これ味付けは？どうするの？全部あのパウ、誰で借りるの？偉いよ。ちゃんと自炊してます、のんちゃん。はい。なんか証拠動画みたいな。はい、してます。これが証拠動画です。これを炒めて、ミックスして、何かに包んで終わりってことですか？そうそうそう。なるほどね。このパブに行きたいと思います。こんな感じです。はい、パブ、はい、初挑戦です。イエイ、乾杯。
ランドリーを回しましたので、30分後にまた来ます。イギリスの卵はこのライオンマークがついてると生で食べれるらしいですよ。いい情報です。私は卵が大好きなのでありがたいです。はい、のんちゃんが朝ごはんを作ってくれました。美味しそう。これはチーズとハムを挟んだベーグルと卵と、あとはこんな感じです。牛乳もいただきます。乾燥機もまで終了いたしました。イエーイ。とタインブリッジっていう橋に向か、はい、今向かってます。はい、すごい、あのアコーディオン弾いてるおじさんがすごくあのいい感じの雰囲気を醸し出してくれております。聞こえますでしょうか。すごくいい感じですよ。こんな素敵な道を通りながら、はい、観光をしておりますよ。ピントが合いませんね。合いましたね。はい、のんちゃんが住むニューカッスルにの観光を今日は一日楽しみたいと思います。歴史的な建物がたくさん並んでいてすごい好きな感じですね。いいね。日本にはこんなところはあんまなかなかないね。政治ゲーツヘッドに来ました。めちゃくちゃ景色がよろしくてかなり素敵なところです。中はコンサートホールがあるみたいです。はい、すごくね、なんか開放感のあっていい建物ですよ。はい、展望台に来ましたよ。綺麗、素敵、めちゃくちゃいいわ。ここはどこですか。ここなんかあの、まあ、フードコートみたいな。フードコートらしいです。プリクラらしきものを撮ってみました。いい感じです。5ポンドです。お店が連なっております。前にね、ここでサンデーローストだった。あー、すごいいい感じの、うん、おしゃれだね。おしゃれなレストラン。うん。わー、素敵、素敵。あー、かわいい。教会があります。今から、何やらニューカッスルに一つだけあるお城に、もうここなんですけれども、行ってみたいと思います。せっかくなのでお金を払って中にも入ってみたいと思います。ニューカッスルキャッスルです。The gateway to old Newcastle です。はい、学割で 8.95 ポンドで入場チケットを買いました。じゃあ今から、探検したいと思います。うわー、登っていこう。すごいね。ねえ。こんな構造になってるらしいです。すごい、なんか、スビオ王の時の、戦争の時の、発掘されたものとか、あとは昔の、クッキングポットとか、いろいろ、発掘されたみたいですね。なんかのんちゃんが書いております。今日も残業ですわ。たくさん作業してる。残業ですって。残業らしいです。ではのんちゃんを置いていきましょう。グレートホールです。ここで宴とか晩餐会をやったっぽいですね。天井が高いですね。すごい、ニューカッスルキャッスルのあの頂上はめちゃくちゃ景色がいいです。こうやってね、あのね、矢をね、この上からね、そうやったんだろうね。
ていう。うわー、すごい、ニューカッスルが一望できます。ここから多分本当にあんまり高いビルがないから一望できますよ。なんていい景色よ。99段上がりまして、こんな綺麗な景色が見れましたと。よかったですね。マーケットに着きました。いやいやいや、動画撮りたかっただけ。では入っていきます。え、美味しそう、うん、普通に美味しそう。魚がいっぱい。なんかいいんじゃない。9本だったら9本で、うん。美味しそうだね。イギリスの食べ物らしいよ。これお手頃で、いつも食べられる。美味しそうねえ、すごい良さげな雰囲気じゃない。おお、こんなちっちゃいカフェもあったり。うん。ああ、そうなんだ。すごかったもん。はい、すごく明るい素敵なカフェに入りましたよ。市場の中にあります。値段も結構お手頃でいいと思います。今から注文します。うわー、すごい。Thank you. でかっ。スコーンでかっ。やば。これで一人なんか 4.5 ポンドもしない。うわー、安っ。このポットに入ったティーもすごくたっぷりで、めっちゃ入ってんだけど。やばっ。たっぷりすぎなんですけど。では、いただきます。これがグレイズモニュメントです。グレイさんのモニュメントです。でもグレイさんはここからじゃ見えません。見てみない。見えません。はい、グレイズモニュメントです。はい、このお花が素敵な、ここはのんちゃんが通うニューカッスルユニバーシティです。ではのんちゃんに案内してもらいたいと思います。すごい、ほんと。かっこいい。のんちゃんはただいまこちらの大学の学生さんでございます。素敵。いいね。今からお友達と待ち合わせるんですけど、待ち時間が結構あるので、パブに行きたいと思います。これはのんちゃんのお気に入りのパブで、はい、入っていきます。あー、なんか多分半分しか、半分とかがいいかも。じゃあ、俺もスタンドとサイダー、うん、これ、このビーチとか頼める。そうしたいな。はい、パブでサイダー頼みました。ペルシアンフードでーす。わー、めちゃくちゃ天気悪いけど、めちゃくちゃ天気は悪いけど綺麗な感じの場所です。